はい。どうも皆さんおはようございます。今日は12月9日の朝9時22分に収録しています。今日もですね、ナスダック100の相場分析と値動きの予想の方をしていきたいと思います。今ご覧いただいているのは冷やしのチャートですね。昨日は11,623ポイントで引けました。はい。ですので、昨日、おとといの一番の安値、11,406あたり。 から、二百数十ポイント上がったということで、まあ、ちょっとね、ほっとしている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。で、同時にですね、まあちょっとね、まあもやもやしている方もいらっしゃると思うんですよ。私もね、そのうちの一人で。はい。えー、昨日の私の予想では、予想というかね、まあその消費者、なんだったっけ違うな。失業保険申請件数か。それを受けて、まあ仮にこの水準、11827まで、 もし上昇すれば、先ほど私言ったのは、ここまで上昇すれば、翌日、つまり今日の PPI での爆上げのチケットを手に入れるからと、はい、まあ、上昇を期待しましょうって言ってたんですよね。だけど、昨日、上がったは上がったんですけど、途中で上げ止まってしまったという感じで、非常に微妙ですね。はい、横,横でもないし 大きく上げたわけでもないし、中途半端なところで、まあ今、とどまっているという状況です。はい。で、今夜ですね、PPI が発表されて、まあ私の予想ではおそらく、まあメイン予想ね、11,827ポイントでドンってついて、で、頭打ちで週が引けるんじゃないかなと。で、そこでちょっとこう、ジグザグと、この827を超えられずに CPI。 を迎えるんじゃないかなっていうふうに思っています。ただね、その私の予想をちょっと裏切ってほしいなって。まあ、つまりね、その PPI というのは、翌週火曜日の、まあ、メインのね、イベントである CPI。これを占う、えー、まあ、物価指数でもあるんで、まあ、ここでそこそこポジティブな数字が出れば、その期待上げということで、この11827のここの節目を上抜いて、 で、そこそこ中期のこの斜め軸のトレンドラインを、青いラインね、これを上抜いて、で、さらに SP500 チャートの200日移動平均線、これナスダックで言うと11907ポイント付近になるんですけど、そこでドンってね、ここら辺までもし今週上昇してくれればですね、私は利益が出ますんで、買い立て値がね、870付近だから、まあその利益で、 撤退する。ロング利確の。で、まあ、ショートをね、まあ、打診でおそらく入るんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい。まあ、翌週、もうちょっと上がるのかもしれないけど、まあ、言ってたらキリがないんで、まあ、そのようにあの考えています。はい。ただね、可能性はね、やっぱりね、まあ、PPI が発表されて、ポジティブな数字が出たとしても、827あたりで頭打ちになって、で、あとは横横かなって思っています。 はい。で、もっとね、私の期待予想を裏切ってですね、まあ、その PPI ですごくいい数字が出て、この200周移動平均線907も上抜けて、ね、まあ、勢い強く抜けた場合は、まあ、この場合はですね、チャートの値動きを見ながらロングをホールドするかなって思います。ただし、可能性は低いかなって思います。はい。ここから相当上げなくちゃいけない。 ね、この12,100水準まで上げるっていうのは相当な上昇なんで、それが PPI でそのエネルギーがあるのかなっていうとちょっと疑問ですね。はい。ですので、まあ現実的には、まあもしね、まあ今日 PPI で上がったとしても、827付近で打ち止めになって、頭打ちとなって、結局週が引けて、で、横横と、まあおそらくね、来週の月曜日は様子見ムードに入っているんで、大きな、 ボラは発生しないと思うんですよ。はい。で、まあ、これぐらいの水準で、まあ、結局、ここをご覧の通り、三存の右肩で、ね、この後、CPI で落ちるのか、もしくは上がるのか、上がる条件何って言ったら、この11827ポイント。はい。ここが、まあ、一つのネックラインになってくるかなって私は思っています。はい。 この11907ではないんじゃないかなって思いますね。はい。827付近で頭打ちとなって、ここにこういうのがあるんでね。で、ここにこういうのがあって、で、ドン、ドンと来て、で、迷いのチャートですね。もし上に上がれば、ここまで行く。ね。まあ、 非常にこう、いびつな逆算存みたいなものをこう、えー、ジグザグやりながら最終的に CPI でもしいい数字が出れば827ポイントを大きく上抜けしてで、12,219とか20とかね、その付近まで一気にね、まあ、直近の高値を上抜いて上昇すると。はい。ですので結局ね、 まあ私、まあ先日もちょっと言ってたんですけど、迷いのチャートを今作ろうとしていますね。三存で下下がるもあるし、で逆三存で上上がるのもあるよと。はい、いうことで、やっぱりね、相場というのはどこまで行ってもわからない。まあ、私の持論なんですけどね。はい、今週週足が確定してもわからないし、ね、CPI でまあ上か下かっていうのは本当にね、 直前になってもわからないと。はい。数値が発表されてから初めてわかるんだけど、えー。っていう形になるんじゃないかなっていうふうに思います。じゃあね、そのわからない、えー、なりにね、じゃあどういうふうに立ち振る舞うのかっていうのがね、まあ戦略ですよね。ですので、まあ私的にね、まあ、今考えているのは、まあおそらく現実的には8、2、7付近で、まあ、頭打ちになるだろうと。じゃあここでね、まあロング利確はともかく、リスクオフということでね、 あのロング利格は全然ありだと思います。まあ私の場合は損切りになりますけど、まあ大したことないでしょう。はい、ここまで上がってくれれば、まあ400ぐらいまでね、まあこうやって、はい、落とされた、えー、損失考えると、まあ助かったなってことで、おそらく、まあ、損切りしてもいいかなと。ただね、ショートをここでエントリーするかって言ったら非常に微妙ですね。なぜなら、ここからね、三存の右肩を作って落としていくシナリオだったとしても、 えっとね、こう、なんだ、ストップロスをね、こう刈り取るようなね、こう相場の値動きの逆行してから、上昇してから下にズドンって落ちるっていう、こういうね、いやらしい値動きというのがよくあるんですよね。はい。で、ここにほら、200日移動平均線、これ、まあ SP500 ですけど、11,900付近にあるんで、最終的にこの8、2、7付近で、もじもじやりながら、 下に行くんだとしても、上にピョンって跳ねてから下行くっていうね。で、そういうのがあるんで、で、その時にね、まあ、もし、こういう安いところでショート張ってしまうと、上に上がった時の恐怖とかあるし。はい。なので、まあ、よっぽどね、私の今日の827の予想を裏切って、ここを貫通して、11,900レベルまでもし来たら、ショート入ると。 ね、ここで、ちょうどね、SP500 のチャートを横並びにさせて、あ、200日移動平均タッチしたなっていうところで、うん、まあ、上抜けちゃうかもしんないけどね。まあ、だけど、ここでショート入り、ね、で、ジグザグと、まあ、週明けて月曜日、そして火曜日の、マーケット開けるその前の22時半で、もしね、えー、上昇したとしても逆差し値、ね、 が自分のそのショートの縦値よりもまあ結構近い近いところに近い近いのかいや近いかどうかわかんないけどまあえっと結局その1一9 0 0付近でショート張っておけばその後ジグザグとこうやって下落してしたとしてもねこんな感じで落ちていったとしてもうんまあ騙ましの上げがあって でで落ちるというね、えー、ところでこの逆差し値、ね、もし12,970でロスカットされたとしても、えー、私の縦値と、まあ、そこそこ近いんでそんなに損失ないかなっていうちょっとごめんなさい説明は分かりにくいですね、はいえー、ですので、まあ、そんなにリスクを伴わないんで高いところで、まあ、より高いところで売るってことで、まあ、ショート入るなら900水準までもし上げたらショート入ろうかなっていうふうに思っております はい、これはね、皆さん、それぞれの判断があると思いますけどね、はいまあ、私の場合はそのように考えています。はい、で、今日ですね、その PPI の発表以外に、ですね0時にミシガン消費者マインド指数というのがありまして、消費者態度指数かなえというのがありまして、まあ、ひょっとしたらですね、可能性は低いんですが、PPI でドンって上げて、 で,でこの8二七付近のところで、まあ、一旦頭打ちで落とされてからの0時に、えー、ミシガンなんちゃらでこう、まあ、上がっていく可能性も、まあ、なくはないかなと、はい、上がるっつってもこんなに大きく上がらないと思うからなのでまあ一旦下に振ってからミシガンで0時に上げてで900付近まで来る可能性はまだまだ残されてるかなと思います。 はい、で、えー、ここでね、ロング利確するか、それとも欲張ってさらなる上昇を取りに行くのかっていうことなんですけど、まあ、私の中でのマイルールとして、まあ、結局、ここ直近で私はここで買いポジを立てて、でこんだけ、まあ、含み損の恐怖というか、まあ、そんな恐怖感じてないけど、まあ、そういうのがあったわけじゃないですか。自分の読みと違ってたわけですよね。こう、あの、シナリオが崩れた時というのは、あんまりね、こう、まあ、リスクを取るべきじゃないと。 できれば、まあ、リスクオフする方法、方向、方針で考えるべきかなと私は思っています。はい。だって、まあ、予想が外れたわけだから。ね。自分の思ってたよりも下がったわけでしょ。で、その後、まあ、今回復して、まあ、上げ上昇にまたね、上昇トレンド復帰してるっていうのはあるんだけど、で、どん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 こうね、今度は売り方を騙していくような上げがあるかもしれないけど、でもまあ、リスクオフしておくのが、やっぱり無難かなって思っていまして。 はい。その水準というのが11,900レベルまで来たら、まあ、やれやれ売り、やれやれ逃げ、みたいなものを積極的にするべきかな。リスクオフするべきかなって思います。で、ショート入った場合はですね、ここでショート入った場合は、やはりね、逆差し値を入れておくべきだと思いますね。はい。なんなら、ショート入らずに様子見でもいいと思うんですよね。様子見で、この後、まあ、乱高下があって CPI でズドンって下げると。 この付近で、まあ、追っかけで入っていくとか、下だなって確信した時に追っかけで入っていくとか、いうのでもいいと思うし。まあ、そしたらね、ここの値幅取れないじゃんって思うかもしれないけど、いや、逆にね、逆に爆上げしたらどうするんですかっていう話ですね。はい。なので、逆差し値が自信がないとかね、これはちょっと、まあ、できないと言われる方は、まあ、もう、あの、様子見で、はい、リスクオフで、 何もポジションを持たない。ノーポジの状態で CPI をまたぐというのがいいのかなって思います。私の場合は逆差し値を前提としてショート入れます。そのショートの縦値はまあ900水準ですよと。827ではちょっと安すぎるかなって思っています。はい。だからまあ結局ね、私の予想通り、このまあメインの予想通り、827付近で頭打ちになって週が終わった場合、その場合は私は、 ロングは利格まあ、損切り逃げするかもしれないけど、撤退するかもしれないけど、少なくともね、ショートを入れることはないですね。ひょっとしたら、月曜日でもう一段上がってくるかもしれないし、はい、ここで安いっていうところでね、まだショート入れるのは危険かなって思います。はい、なので、えっと、私の予想通り行くとですね、非常にこう、もやもやしますね。はい。あの、なんていうの、こう、入るに入れないっていう、中途半端なところですね。 はい。中途半端なところで、ロングも理覚していいのかなってもっと上がるかもしんないし、いや、ショートはここでね、踏まれると怖いよなみたいな、うん、のがあるんで、うん、非常にね、こう、微妙なところですね、迷う。うん、この迷うというのが私の予想です。はい。迷いを作ってくるのが、こういうメインイベント、メインイベント前の中間的な、こう、ニュートラル、あの、ま、プライスゾーンだと思うんで。 はい。ですので、今のところ、こう、三存で落としていくように見せかけつつ、だけどね、もう一上げが、この CPI でどんどんってこう来る。で、FOMC で落としていくみたいな。はい。まあ、そういう流れになるのか、それとも、そのまま教科書通りに落としていくのか。はい。この 2way に、やはり変わりはないのかなと思います。で、昨日、淡い期待をしていた、まあ、 上昇のチケットを手に入れて、で、今週末、こう、大きく上げていくというのは、かなりね、まあ、可能性ゼロではないですけど、PPI が、まあ、どれぐらいのね、今夜、インパクトがあるのか、上昇するのかってわからないから。だけど、まあ、可能性はね、かなり低くなった。つまり、今週末、週足で、これ今、陰線。昨日はもっとね、実態の大きい、長い陰線でしたが、ちょっとヒゲになりました。これが、陽線化する。ね、超長い、 え、下髭になって陽線化するというのは、かなり確率が、まあ昨日あんまり上がってないからね、低くなったなって、残念だなっていうところ。本当はね、気持ちよくね、まあ、その、含み損、会のポジションの含み損が一気にこうプラテンし、で、高いところでショートを、まあ、ポジションし、 ね。すごくいい感じで週末を迎えたかったんだけど、まあそう簡単にはうまくいかないよなっていうのが、まあ正直なところですね。非常にこう微妙です。はい。ですので、まあ今日ね、今、まあ時間外で、まあこういうジグザグはあると思います。下は11,570、80ぐらい。はい。ここの昨夜のネックラインですね。この黒の水平ライン。で、上は、 まあ、ロンドン時間かわかりませんが、この斜めベースのこの赤ライン、これが上限で11,686付近ぐらいまで上下して、結局窓埋めっていう観点があるんでね、前日の終わり値、ね、11,630付近に戻ってくるのかね、まあ、PPI 発表の後でいきなりもう爆上げして、窓開けた状態でそのまま上行くのか、 一旦は上振るように見せて昨日もそうでしたね一旦は、えー、っと失業保険申請件数発表されてから5分足とかで見るとねすごく分かりやすいんですけど昨日の値動きというのは、えー、っと10時半にね1時半1一時半でしたっけあれ10時半ですよね10時半にここにタッチしてあそうですね10時半に上がったんだ見えますかねこれね 昨日の、ね、動きね、えー、消費者じゃなくて失業保険申請件数を受けて上がったんですよでここのネックラインドンってついてでその後下がってたんですねここであなんだ下じゃんって売った方ね損切りした方ショート入った方いないと思うんですけどね私のチャンネル見てる方ではいえ必ず、えー、前日のね必ずじゃないけどあの終値、ね、終値に戻ってくるという特徴があるこれ終値がね 昨日は、えー、っと、ここだったんかなはい。ね。なので、えー、っと、まあ、ここ最近指標発表が、マーケットを開けるのが22時、23時半だけど、その1時間前に指標発表があるじゃないですか。今日もそうですよね。なので、上がったとしても、結局窓を、ね、窓を埋めに戻ってきてから上がるんだよと。 はい、なので、この窓埋めに下下がるときに、あ下だっていうふうに思わないように、今日今夜も特にそうですね、お気をつけください。そのまま上行っちゃうと、窓がギャップアップしてしまうんで、窓埋めてから上昇するんだよってこと。だから、ここでの昨日の下落というのは、あこれはもう窓埋めだなって、私は非常にこう、楽観して見ていました。はい、窓、必ず埋めに行くだろうなと思って見てました。でそしたら案の定、窓埋めて、その後上昇。 ネックラインを上抜けて上昇しました。ただね、昨日はこのネックライン上抜けてからが問題でずーっとレンジでしたね。ずーっとレンジでした、はいで。仮にここのネックラインで逆三存的なものをこう上抜いてこう上行った時に、まあ、どうなるのかって言ったらはい、これですね。まあちょっと逆三存に見えないですけどまあ何でもいいです、えー。ダブルボトムでも何でもいいですけどこのネックライン上抜いた時にどこ行くかって言ったら まあセオリー的にはですね、やはり、この水、んそうですね、この水準までしかいかないんだね。なので、ちょっとパワーが不足していると。パワー不足であるということで、今夜の PPI ですね。PPI で勢いつけると。なので、このネックラインを再規定するってことですね。水平ラインじゃなくて、斜めベースでこのようにネックラインを再度規定する。 はい、なので一旦ここネクラインにつきましたけどもう一回ぐらいこれを突きに行ってでその後下落して右肩を作って逆三層をしっかり再規定した上で,でそれをよいしょはい上抜いてどこまで行くかって言ったらやっぱりね11,827付近なんですよね。ですので、まあ、私の予想としてはまああんまり信じたくないけどね信じたくないけど11827付近で結局ドンって行って。 ねまあえー、今週そこが高値となって終わるんじゃないかなって思います。はい、ただね、まあ、その私の予想を裏切って907付近までいけばロング利格のショートここはもうショート入ってもいいかなって思う価格だけどこの827付近はちょっと安いと、はい、ここでショートは上抜かれる、ね、踏み上げられる可能性がまだあるんでそれは NG だよと、うん、ショートは入らない。ね で、ロングはどうするかっつったら、まあ、ひょっとしたら逃げるかもしんないけど、ロングも微妙ですね。ロング利確逃げするかっていうのも微妙ですね。はい。ただ、私の買い立て値がここら辺なんで、まあ、ほぼね、損失はまあなくなって、まあ、良くなったので、まあ、リスクオフで考えてる方は、まあ、この辺でもいいから、もう逃げるというのがおすすめかと思います。はい。えー、そんなところですかね。まあ、今週末。 はい。まあ、できればね、まあ、週末、ね、行きたい方向に相場は行くんだっていうことで、えー、ここをどんどんどんってこうね、大きく、まあ、まずないと思うけどね。勢いよく強く抜けた場合は、ロングホールドし、利益をこうね、含み益に変え、プラテンしで、そして、まあ、高いところ行くところまでね、来週行ったらそこでショート張って CPI 待つみたいな。いや、そんなね、相場ってね、あの、イージーゲームじゃないんですよね。 はい、そんなに簡単なもんじゃないと思います。結局のところ、三尊なのか、それとも逆三尊で上なのか、ね、この赤か、青か、どっちかわからんよねって、うん、いう感じ。で、まあ皆さんね、言うんですよ。まあそれがね、相場が動いた時についていけばいいと。仮にですね、じゃあ上動いてドンっていった時に、ね、ドンっていって目押しかなんかで、まあ差し根でもいいけど、入ったとするじゃないですか。 うん、だけど、まあ逆行の動きもあるから、あんまりこの際のところで入るのは危険だから、ある程度上行ったところで、じゃあ指し根で入っていこうと、ロング入っていこうとで。ここでじゃあロング入りましたと。ね。ここでロング入りましたと。青色。でここで CPI で上ってことで、はい、ここ上昇を信じるってことで、ここでロング入りましたと。 で、ここの値幅取れるんだけど、結局、ここでまた押し目が来るから、まだね、まあ、ゼロ。だから要は利益がゼロになったり、まあ、もっと負荷押したらマイナスになったりするんですよね。なのでね、まあ何が言いたいかっていうと、結局ね、トレンドフォローして、もう儲からない、儲からないというか、その、まあ結局恐怖を感じるようにできてるんですよね。はい。楽にお金が稼げるようにできてないんですよ。この値動きって。 本当にね、そこがね、徹底しているんで。うん、じゃあ、どうやって儲けるのっったら、やっぱりね、上か下かわからないけど、どっちかにベットするみたいな、まあ、ちょっとギャンブルチックにはなるんだけど、そういうディスクテイクをしてでしか、利益ってね、大きな利益って上がらないんですよね。はい。すごくね、やっぱりうまくできてるなって思いますね。はい。計算づくで、とにかく一般投資家、うん、の、まあ、浅知恵で、ね、儲けられないようにできていると。 はい、いうことなんですね。なので、我々はもう諦めて、まあ、リスクをね、えー、まあ、取れる範囲で取り、で、取れないところは、まあ、リスクオフして、はい、入れるところは入りっていう形で、まあ、このリスクを取るということと、まあ、楽しく向き合っていくしかないのかなって、はい、いうことを思います。はい。えー、まあ、そんなところでですね、まあ、この1百8 2 7ポイント付近まで今日、PPI で上昇するだろうと。 で、まあ、私の予想を外した、まあ、ポジティブサプライズとして、ここら辺まで上がってくれたら、まあ、もしくはね、907ポイントまで上がってくれたらいいよね、と、ああ言ったところで。で、まあ、私はね、この下のシナリオっていうのは、全く考えてないです。はい。この、小さい山で散存で落としていく。これはないって思っていますね。はい。だって、PPI って CPI のね、まあ、前段階での、はい。 インパクトはそんなに大きくないと思いますんであくまでやっぱり CPI で決着すると思うんでなのでまあ昨日ねここまで上昇したっていうのもあるしこの PPI でいかにネガティブな数字が出たとしてもこれを割り込んで下に行くってことはよほどないと思うんですけどねはいまああったらごめんなさい私はないと思っていますはいまあ上昇上しかないただどんだけ上に上がるのかっていうのが問題なわけではい えという形の戦略になります。これね、もう株価予想というよりもね、もういろんなパターン、ABCD とかね、いろんなパターンを結局、まあ、だらだらこう言ってるに過ぎないんですね。ただ、じゃあ、まあ、強いてね、まあ、どれが一番濃厚かって言ったら、この青ラインですよ。この青ラインでこう、まあ、落ちていく。あのね、ここの CPI 後の上げ下げは、ちょっとまだわからないですね。 っていうか、最後までわかんないです <laughs>。来週の火曜日のもう直前までわかんないです、これは。はい。わからないようなチャートを作ると思います。はい。ただ、どっちを信じたいのかっていうのはありますよね。いや、もうどっちもわからないです。はい。だけど、まあ、先日から言ってるように、もう一山来てもおかしくないと思ってて。そのもう一山がこの CPI で訪れるとしたら、こう、ドンドンって上げて、<うん S 1> 非常にね、あの、まあ、 ここで高いところで戻り売りかけたい人にとっては、何て言うのもう一瞬の、はい。一瞬の針でついたような天井が訪れて落ちていくっていうね。はい。まあそういうことを考えるとですね、今は、あのロング一体、あの、一旦撤退したら、ね、我々このね、今日上げでロングで逃げるじゃないですか。逃げたら、もうノーポジっていうのもありかもしれないですね。ノーポジ生感で、その後、下だったらまあついていくよって。 で上だったらね極力最後ガッと上がったところで極端に上がったところでよっしゃって言ってそこでショートぶちかますっていうねはいまあ、いろんな戦略が取れるんでうんまあちょっとねまあそういったことを考えながらですねえー、まあ今週末終えてまあ来週にねまた期待したいと思います。 ちょっとまた今日も長くなってしまいましたが、えー、まあよろしければですねチャンネル登録と高評価ボタンあと感想なんかね書いていただけると幸いです。 今後ともですね、まあ、この下落トレンドがよほど安定して、どんどんこう、下、ええ、まあ、下値を更新していくということがない限りですね、まあ、今、非常にこう、迷いの相場なんで、まあ、こういう動画をアップする価値があるかなということで、あの、定期的に更新していきたいと思います。まあ、相場が動いた時に、ま更新していきたいと思います。はい。で、まあ、ある程度ね、もう、どん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 こう下に行くっていう感じで、分かりやすい相場になったら、まあ、そんなに更新はしませんけど。はい。ですので、まあ、 よろしければね、まあベルマーク、はい、通知ボタンをオンにしていただけたらと思いますので、えー、よろしくお願いいたします。はい、えー、本日は以上です。ありがとうございました。